つかんな。はい、どうもこんにちは。今日は友達の車工場にある車置き場のところに来てます。で、今日この車日産プレジデント、ちょっとこれを使ってあることをやりたいと思います。今ね、はい、ちょっと今バッテリーが上がってる状態です。で、今回今バッテリー上がってるんですけど、前回使ったこれ、今回のやつが、このプレジデント排気量が 4.5 リッターなんで、前のこれだとちょっと起動できないんですね。それが新しく最近出たやつがあって、はい、こちらアーテクから新しく出たジャンプスターターですね。前の買ったやつと比べると全然サイズが違いますね。細かいスペックとかまた後ほどお伝えします。なので今回はこの日産のプレジデントをこのアテクのジャンプスターターを使って復旧させます。じゃあ行ってみましょう。よし、じゃあ始めてきますね。今回もね、はい、説明書がついてるんでそれの通りいきます。やり方前回と変わらないですね。まずは残量ですね、 99%。 結構大容量で排気量が7リットルぐらいあるやつに関しては90%以上あるのを確認してやってほしいみたいです。よく見えるかな。はい、手袋をしました。じゃあやっていきます。まずクランプを赤で黒つなぎます。で、今回の場合だったら復旧させる側の車と、まあ、こっち側のバッテリーにつなぐ側、こっちに関しては鉄の部分に接触する危険がないので、順番に関してはまあどっちでも大丈夫です。ただ、ブースターケーブル、ブースターケーブルは赤からつないで次黒で終わったら、黒を外して、赤外すみたいな感じでやっていくので、まあ、気になる方はなんか参考になりそうなやつがあったら、概要欄の方にも載っけときます。今回のこういうモバイルバッテリーのやつに関しては、まあ、こっちがしっかりしてるんで特に順番は気にしなくて大丈夫みたいです。そしたら、あ、 95% になった。ここ、モバイルバッテリー側のところにこのソケットの受け口があるので、つけたら、ここに14から 16.8 の数字が出ると思うので、その数字が出たらもうエンジンをかけてスタートです。じゃあ行きます。ちょっとタイム、はい、すいません。バッテリーにつないでからちょっと90秒ぐらい多分超えてたんで、ここのランプがこう横線になって動かない状態になってました。バッテリーつないですぐかけます。はい、というわけで、プレジデントのバッテリー上がり直せました。まあ、前回と一緒ですけど、エンジンがかかったらクランプはもう外して20秒以内に外してください。はい、ちょっとうるさかったんで離れました。エンジンがついたらもう止めずに、20分か30分ぐらい、車走らせてください。で、まあ、近いタイミングでバッテリー交換してもらうようにしてください。というわけで、4.5 リッターのプレジデント復旧できました。はい、ではということで今回、アテクの新しいジャンプスターターを使っての、バッテリーの復旧でした。
まあ、前回のは、結構シンプルだったんですけど、今回いろいろオプションもついてたりするので、まあ、それはこの後時間のある人はぜひ見てください、まあ、まずは一旦できたということで終わります。細かいの気になる人はこの後も見てください。そんじゃまた、ではこっからはねアーテックのちょっと簡単な紹介だけします。まず、前回使ってたやつがこれなんですけど、今回のはあれですね、普通の弁当箱からデカめな弁当箱になりました。はい。でまあバッテリーのサイズも見せた通り結構サイズが違いますね。一回り二回り、はい、厚みも違うし大きさも違う、そんな感じです。で結構スペックも違ってて、容量がこっち 8000mAh でこっちが、22400っていう風になってます。ジャンプスターターの、起動電力こっちが 150A で 1000A、 結構違いますね。でこっちは、最大 2.5 リットルの、排気量のガソリンが対象なんですけど、こっちは9リットルのガソリン車までできます。ディーゼルの場合は8リットル、その排気量のところまでいけるんで結構カバーできる範囲が広いですね。はい、じゃあこれはここまで。はい、で今回は、まあ、結構いろいろ変わってて、まず文字が表示されるようになりました。ちゃんと残容量も出るようになってます。で付属品ですね、はい、これ一回見せましたけど、クランプ、ここにもちゃんと数字が出るようになってます。こうつなぐとほらこういう風になんか表示される。あとこれ、これ珍しい、シガーソケットの変換アダプター、今回結構口が追加されてて、 USB の口が2つと、ここにこの今回のシガーソケットのアダプターを入れるところがあって、はい、これ使えばシガーソケット使えますということですね。あとは前回同様3種類の充電ケーブルかな、はい、ケーブルがついてます。でちょっと種類だけ変わってて、とうとうつきました USB-C で、iPhone の、ライトニングケーブル と、これはまだついてるね、マイクロ USB の端子がついてます。でちなみに今回からは、はい、充電が USB-C になりました。このバッテリー自体を充電するときは USB-C を突っ込んで充電する形になります。でライトも前回同様ですね、長押ししたらついて、一回押すと SOS で、もう一回押すと点滅かなっていう3種類のモードがあります。はい、というわけでいろんな口は増えたんですけど、まあその多分充電用かななってると思うんで、はい、ここがクランプ入れるところで USB の口が2つ、これライトで、これが、充電用のジャンプスターターの充電の口ですね、 USB-C で、これがさっきのシガーソケットの変換アダプターを入れるところですね、っていう感じで、まあ、サイズも、まあ、結構大きめになってますね。なんかデザインが前回シンプルだったけど結構ごつくてかっこいい感じになってます。はい、で、価格そういえば言ってませんでしたけど、価格7999円、よくセールとかやってるんで、まあ、その時になったらまた 20% オフとかやったりすると思いますけど、まあ、定価7999円です。とちなみに前のこっちですね、ちっちゃい方今見ると、3999円ですね。こっちと、まあ、値段は違うけどスペックが、バッテリー容量が、3倍ぐらいになってるのかな、3倍ぐらいになってるのと、ジャンプスターターとしての起動電力も10倍まではいかないけど、まあ、10倍近く上がってるんで、はい、だいぶスペックアップしました。まあ、特にあの車の中だと、まあ、手に持つ分にはサイズが全然違うんですけど、まあ、車の中に置く分には、まあ、こういう大きいのでもいいのかなっていう感じですね。まあ、多分バイクとかになってくると、こっちの方がいいとかあったりすると思うんですけど、まあ、人によりけりなんで、まあ、車だったらこういう大きめのやつの方が、まあ、起動もしやすいし、まあ、バッテリーもすごい大きいんで、なんかこれ初めて見たんですけど、シガーソケットの変換アダプターもついてるし、まあ、すごい
いいのかなと思います。この車にはこいつを、はい、ではアーテックの新ジャンプスターターでした。すんじゃまた。